動限界です。9時です。寒い。寒すぎる。気温がね、もう10度切り始めたんだよね。寒いね。暖房つけてんだけど寒くて。石油ストーブとか欲しいな。10時ぐらいからやろっかな。クエストはね、結局65の75にしました。どうしたの？9時50分です。ウバオンします。はい、反応しない。行ければなって感じで感動します。早っ。マック稲毛は行きません。今宅急便来てユニクロ届いた。あ、やべ、なっちゃった。
着替えるのめんどくさいから、まあいいや、今日は。いや、稲毛ばっかだな。稲毛の中を拒否。今4回なってんだけど、4回全部稲毛。いや、なかなか出れねえな。10時過ぎちゃった。極暖の極暖を2つ、これは上ね、極暖の上で、極暖のタイツ2つ、これで5000円ぐらいだったのかな、まあ送料無料になった感じです。いや、今度は新ケミ川松屋から朝日が丘行きません。ちょっとしかも金額安そうだな、6キロで400何十円とか、このままいいとこがなんなかったら10時半ぐらいには出発します。出発します。もうすぐ10時半、やばいな、出遅れた。やっぱ10時半でこんな寒いのか。やっぱ10度切るとやばいね。ていうかもうヒートテックのズボンに中にヒートテックじゃダメだ、寒くて。なんかほんと暴風系の何か買わねえとな。寒っ。ちょっと靴はね、今日ノプシブーティーにしてきたんですけど、家の中でもうつま先まで冷えちゃってるから寒っ、痛い。いやー、冬厳しいな。1軒目になりました。マックの洋華堂から幕張号 3.7 キロ400円ちょっとかな。とりあえずスタートできた。いやー、今日は厳しそうだぞ、なりも金額も。お疲れ様です。ウーバーイーツです。お釣りインスいただきました、ありがとうございました。2軒目すき家から花園2で 2.2 キロ300何十円か。しょぼいけど件数稼ぐために行きますか。まだ11時前だし。お疲れ様です。ライスです。はい、3軒目すき家から打たせ4キロ480円ぐらい。お疲れ様です。ウーバーイーツです。4軒目ロッテリアから打たせ 3.2 キロ500円ちょっと。お疲れ様です。ウーバーイーツです。やっとあったかくなってきたね。本当11時過ぎないと寒くてしょうがねえな。気持ちいい日差しだ。吉野家プレナから若葉 2.8 キロ417円。
級ライフル。次が6軒目、シャホーデンから幕張4、4.5kg、590円。いつも早いし、ちゃんとやってくれてるから我慢して待ちましょう。気づいてよかった。7軒目、スタバのイオンから打たせで4キロちょっとの500円ちょっとかな。お疲れ様です、ウーバーイーツです。レモングラスから幕張1、4.9kg、600円ちょっと。はい、ウーバーイーツです。9件目、配達完了連打してたら取っちゃった案件。どこ行くか分かんねえし、いくらかも分かんないけど行ってみよう、暇だから。キャッスルからどっか、いや変なとこ行かないといいな。まあたまにはね、楽しみますか。ウーバーイーツです。ありがとうございました。うわ、マサゴの3丁目だった、遠い。600円ぐらい欲しいね。10軒目、ガストのケミガー浜から南花園に 3.3kg かな、450円ぐらい。あ、悩むな。カブトや食いたくなってきちゃった。今日肉の日だからね、肉関係食いに行った方がいいんだけどね。どうしよっかな。いやー、まさかのライス切れだった。ライスがもうなかった。まあしゃあない。まだね、腹パンにはなってないから、夕方スタ丼でも行こうかな、今日の夜飯ね。それで完璧でしょ、肉の日だし。
なんか今日うまかったな。やっぱちょうどいいぐらいの量食うとうまいんだろうな。いつも食いすぎなんだろうな。最後気持ち悪くなった。11軒目スキヤの幕張から磯部の7 5.7 キロ500円ちょっと、ちょっと安いけど行きますか。お疲れ様です。ウーバーイーツです。12軒目マックのテクノガーデンから打たせ4キロで500円。ウーバーイーツです。13軒目スタバのイオンから打たせ 2.8 キロ380円。あー、ならなくなってきたし300円台が出始めた。嫌ですね。せっかく昨日上がったテンションがまた下がっていく。お疲れ様です。ウーバーイーツです。14軒目スタバのイオンから若葉 3.3 キロ400円ちょっと。あー、眠くなってきた。今日朝4時起きだからな。眠い。お疲れ様です。ウーバーイーツです。15軒目勝谷から幕張後 4.4 キロ460円。なんかさっきからキロ100円前後のやつしか来ねえな。やっぱ今日はダメですね、単価が低い。お疲れ様です。ウーバーイーツです。新しくね店ができるんだけどね、プレナにそば屋っぽいな。もうすぐ出来上がりそうだね。桜そば、なんだ桜そばみたいな、なんかそんな名前のやつが貼ってあったから。でもいいね、行きつけのそば屋とかなかったから、うまかったら買おう。16軒目ハンサムから幕張後4キロちょっとの500円ちょっと。お疲れ様です。今4時50分ですね。で17軒。ちょっとね疲れてきたし眠いからジム行こうかなと思ってね。あ、ヘルメットかぶってきちゃったよ。まあいいや、ジム行きましょう。ジムでジャグジーとサウナ入ってちょっと仮眠して、で6時半ぐらいから再開して3軒ぐらいやって飯食って帰りましょう。そんな予定です。今のところ眠い。
ケンタッキーから日比野4キロちょっとの500何十円か。ああやらかしたわ。しょっちゅう俺休館日に当たるな。まあ月曜行こうとするからだな。なんか月曜って行きたくなるんだよね。ついてな。山田丸から打たせ3キロ、 3.5 キロぐらいかな。で498円。お疲れ様です。ウーバーイーツです。長時間守望から日々の 2.4 キロ、300円後半ぐらいかな。お疲れ様です。ウーバーイーツです。20軒目新宿サボテンから日比野、またホテルかな、400円ぐらいあんのかな。2キロちょっとです。お疲れ様です。ウーバーイーツです。はい、今20軒超えてまだ6時だから追加しようと思って待ってんだけど、新習志野のが鳴って、次津田沼のマックが鳴って、今また津田沼の鳴ったけど、何これ。津田沼なんて鳴ったことないんだけど、この海浜幕張エリアで。やばいね。よっぽどやっぱ人がいないんだね。すり込ませる。よし、来た。21軒目、マックのテクノガーデンから日比野、2キロ430円ぐらいかな。はあ、しばらくなんなかったから帰ろうかと思ってたよ。火曜の夜から水曜の朝にかけて雨マークついてるから、まあ配達時間とは関係ない時間の雨だから大丈夫だとは思うんだけど、あんま天気予報信用してないから雨対策で今稼働しときます。ありがとうございました。お疲れ様です。ウーバーイーツです。22軒目いきなりステーキから幕張行こう。3
キロちょっとの500何十円か。次が23軒目洋華堂のマックから、幕張5だったかな。で2キロの400何十円か。お疲れ様です、ウーバーイーツです。23軒で今数珠が止まりましたね。とりあえず腹減ってないんだけど、後で減るだろうからスタ丼に向かおうかな。アウトにしました。自分用のねスタ丼を今テイクアウトしました。で帰りの切符を今手にしました。24軒目天屋からですね、家の近くで480円ぐらいだったかな。今日は24件で終わりましょう。お疲れ様です、ウーバーイーツです。すごいね、きっちり入ってる。まさかね、ほんとスタ丼にこんなにハマるとは思わなかったね。最初食べた時そんなでもなかったんだけどな。この普通のやつも美味しいし、スタ丼もね、唐揚げも美味しいし、最高。明日こそジムでジャグジーに入りてえな。サウナもマジ全然行けてないからな。今日もなんだかんだね、1回ぐらいしかベンチに座ってる暇なかったからね、案外ずっと続いてなってたから。まあでもそうなるよね、寒いし300円じゃ自転車の配達員さんどんどんいなくなっちゃうだろうからね。とりあえず眠いからちょっとゆっくりしたらちょっとだけ編集してまた早く寝て、で明日早く起きてやろうかな。眠くない状態でね編集した方がね、いい編集できるからね。眠い状態の編集は本当全然ちゃんとできないからね、ダメだ。あー気持ちいい。あー今10時55分ですね。もうちょっとね編集してて眠気の限界が来たんで寝ます。で明日とりあえず5時起きにします。今んとこ半分以上は進んだんで、ね、そんな感じで今日は終わろうと思います。それではお疲れ様でした。おやすみなさい。